皆さんこんにちは、評論家の荻上智樹です。今日はメディア論の特徴について話したいと思います。メディア論というのはどういった考え方を持つ学問なのかというと、メディアというのは透明な道具ではないという考え方に立つんですね。これはどういうことなのか。メディア論を作った一人と言われるマーシャル・マクルーハンが、メディアはメッセージであるというような言葉を残しています。これはまあメディアこそがメッセージであるというふうに訳した方がいいかもしれません。どういうことなのかというと、メディアというのは何かメッセージを伝えてくれる透明な箱であるかのように私たちは思いがちです。テレビがお笑い芸人たちの面白い話を運んでくれる、悲しいニュースを運んでくる、新聞がセンセーショナルの記事というものを伝えてくる、まあ、そうしたような何かのメッセージの伝達者としてメディアというものは位置づけられがちなんですね。それもそうで、メディアというのは日本語で言うと媒体、媒というのは中立ちと書きます。で、体というのはものですね。つまり何かを運んでくれるものというような意味合いとしてメディアという言葉は存在しているわけです。ただし、このメディアというのはさっきも言ったようにメッセージを運ぶ透明な道具ではないんですよ。むしろメディアこそがメッセージなのだというふうにマクルーハンは言ったんですね。メディアというのは例えば何を伝えるのかというようなことを注目するだけじゃなくて、いかように伝えているのかということに着目することが必要になります。もしメディアが透明な道具なのであれば、私たちは日常のコミュニケーションの中でありがとう、ごめんね、こういったメッセージを伝える際に、手紙であろうが電話であろうが LINE であろうがメールであろうが、どれも伝わり方は同じということになるかもしれません。でも実際は違います。私たちはメディアを選択する段階でいろいろな社会的意味を読み解きます。またメディアの選択のあり方によってメッセージの中身というのも様々に変容します。例えば上司に対して何か謝罪をします。その謝罪の際にメールで、先日は大変申し訳ございませんでしたというようなメッセージを送るのか、それとも LINE スタンプで、先日は申し訳ありませんでしたという趣旨のスタンプを送るのかで、相手の受け取り方は当然変わってきますよね。メールよりもスタンプの方が送る側としてはカジュアルです。でも受け手としては LINE で済ませやがってみたいな意味を読み解きやすくもなるわけですね。つまりメッセージというものをどのように伝えるのかによって相手への伝わり方が変わってくる。つまりメディアこそがメッセージなんです。 LINE で送るというメッセージを伝えたんだな、メールで送るというメッセージを伝えたんだな、そういったようにメディアの選択そのものにいろいろなメッセージが伴っているということが一点あります。それからもう一つ、マクルーハンの注目はこうしたメッセージ内容とメッセージ形式の関係だけではありません。メディアというものが登場することによって、その社会そのものが大きく変わってしまう。つまりメディアは社会変革を促すためのメッセンジャーであるというようなことも議論されるんですね。この議論を拡張させていくと、技術決定論というような考え方になります。すなわちメディアが登場することによって人々の行動というものが大きく変容してしまう。例えば待ち合わせをする際、昔であれば鐘が何個鳴る頃にどこどこに待ち合わせという形で言っていたかもしれません。あるいは2時どこどこに新宿駅前でということを指定していなければ、待ち合わせでぴったりと会うことができなかったかもしれません。ぴったり会うことができない可能性があったからこそ、昔は駅前に黒板、掲示板が置いてあったんですね。黒板に先に行っています、荻上というようなことを書いておけば、後から遅れてやってきてしまった人がそれを見て、あ、先に行ったんだなということを確認することができる。なぜならば、その当時のメディアの状況としては、ポケベルも PHS も携帯電話もスマートフォンもなかったからです。だから2時に駅前でというような、かなり細かく時間や場所を設定した上で待ち合わせをする必要があった。あるいはどこどこの喫茶店で何時というような形で、喫茶店そのもので待ち合わせされることが多かったんですね。なぜ喫茶店か、そこで長く座って待てるということもあります。その後打ち合わせとかデートとかそこで楽しめるというのもあります。でももう一つ、喫茶店には電話があるんです。そこの喫茶店の電話にかけることによって、誰々さんいますかということを呼び出して、そこで待ち合わせ相手にすいません遅れるというようなことを伝えることができるわけですね。これがスマートフォンやポケベルなどが登場したことによって大きく変わりました。待ち合わせのあり方として、渋谷で2時頃ねというようなことで連絡をすれば、前後でに様々な時間的な余裕を生むことができる。で、渋谷のハチ公前でというふうに指定しなくても、例えば渋谷に着いたんだけれども、どこどこ混んでるから先にスタバ行ってるわみたいな格好で場所を緩やかに変更することもできるようになったわけですね。確実にメディアの変化によって人々の行動は変化しました。だからメディアはメッセージ、メディアというメッセンジャーが私たちの様々な生活を変化させている、こういったような点からも考えることができるんです。メディアは透明な道具ではないというのは、
メディアは中身を伝えるための透明な道具ではないということと同時に、メディアはただ世の中に存在している一つのアイテムに過ぎないということではないということなんです。メディアはメッセージの中身には関わってきますし、メディアは社会の在り方も大きく変えうるものです。当然技術決定論という考え方については様々な指摘もあります。人が技術を使わなければ当然ながら社会は変わりません。なのでメディアがあるだけでは当然社会は変わらない。そのメディアがしっかりと人々に受け入れられなければ社会は変わらない。ということは技術が変化を決定しているのではなくて、実際はコミュニケーションが社会を変化させているんだというふうに反論する人もいます。でもこういった議論の相互関係がメディア論をとても豊かに育てているんですね。こうした考え方に立つメディア論というものは、それぞれのメディアの特徴や特性、癖のようなものを適切に理解しようと様々な研究を行っています。そうしたメディア論の蓄積を学習することによって、私たちは普段のメディアとの付き合い方もいろいろと考え直すことができると思います。またその話の続きをしたいと思います。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。